はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマ、読解力を身につけたら100人力。それでは西荻フレンドリースクール室長、小根美先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。まあ、読解力、何に対しても大事ですもんね。数学問題とかも意外と文章題があったりとかね、ありますね。だから読解力っていうのは、いきなりね、身につくものじゃないんですよね。はい、まず、字が一個一個しっかり読めるようになって、ならなきゃいけないんですよ、はい、あだとかわだとかね、例えばねとわなんか似てますよね、はいはい、だからやっぱりひらがなの覚えが悪いとねだろうがわだろうが何でも良くなっちゃうって、それじゃ読解はできないんですよ。やっぱりまだ頭がフレッシュなうちに その一つ一つ、だから今うちの新1年生なんかしつこいぐらい C 書いて2書いて空書いて、のぐらいまでしか、まだ4文字しかやってないんですけど、それでも一つ一つがね、しっかり読めるように、そう。で、例えばリマで、まあどっかでね、リマでしっかり書けるようになったら、そこで初めてのりとかね。今ね、くとつやってるから、くとつで何の単語ができるって言ったら、くつ。で、それでやっとくうつって書いてみたりして、一文字ずつ、だから幼児が言葉を覚えるのと赤ちゃんが覚えるのと同じなんですけど、一文字ずつきちんと読めたら、今度はそれを今度、くっつけて単語にするっていう、そういう作業を始めると、まあ二文字か三文字ですよね。つみきとかね。で、そうやって、言葉を作っていけるようになって、で、そうやって文字が、読めるようにしないと、いい加減のままなんとなく文字が読めるような状態で読ませていくと、文字を読むことに一生懸命になっちゃって全然内容が入ってこなくなるっていう、そういうことがあるので、まずあいうえおの語順が分かるようになってから、はい、今度はそういうふうにクマとか単語に、だから学校の1年生の時は何をするかって言ったら、やっぱりそうやってひらがな帳みたいなのがあって、それで書いていって文字作って、それでその次にまあこう文章を長くしてみたりっていう、でそのひらがな帳でひらがなをこう書いていきますよね。で全部終わった段階で、向こうは何をするのかっていうと、学校はあいうえを書きくけこうこう開けて、あ、ブランクになってる、ブランクになってて、ね、そこに書きく結構とか入れるとかね、そういう、だからやっぱり五十音は分からないとまずいみたいなので、でまずあいうえを全部それできちんと書けて読めるようになったら、今度は単語にしたりして、で少し長い文章を読んで、熊が山で山にいますって言ったら、山想像してそこに熊がこういるとかね、キリンが動物園に2匹2頭いますとか言ったら、ちゃんと動物園の柵があって2頭こう頭に浮かんでくるっていうんですかね、そういうふうにこう文章とシチュエーションっていうか、頭の中の想像ができるかどうかっていう、でそういうことができるようになってから、今度は本を音読させるっていう、そうするとね、音読させると一目瞭然なんですよ、この話が分かってる読み方かどうかっていう、そうですよね、でそれが内容の分かった読み方をしているかっていうことをこうチェックするっていう、はい、で今度は読み聞かせの時と同じように、読み聞かせをしながらこう内容をチェックしますよね、聞いてるかどうか、聞けて理解してる、でも今度は逆、これと同じようなことなんですけど、今度は本を音読させてね、今誰が出てきたのとか、誰がどうしたのとか言って、こう内容が分かった読み方をしてるかどうかっていうのはチェックをするっていう、だからチェックの仕方としては、読んだ内容をこう聞いてみるとか、女の子はあっと声を上げましたとか、で私がよくやるのは、まあ1ページぐらいの文章を読んで、そこに何が書いてあるとか言ってごらんとかね、誰がどこで何をどうしたかとか、そういうこうチェックはするという、でそれが何が大事かっていうと、やっぱりね、読解力をつけるっていうことはもう国語だけじゃなくて、
読解力のない人は算数の文章題もできないんですよ。そうなんですよね。そう、あの追っかけ字で読んで字だけ追っかけて読む習慣がついちゃってる人は読めるんですけど、まあまあ音読もできますよ、うん、でも何が困るって算数の文章題で何言ってるか分かんないんですよ。追っかけってこう読んでる、いくつ増えましたかみたいになっちゃうからね、うん、どうするの、うん、つっても分かんない、うん、じゃあもう一回ここ読んでごらんっても堂々巡り何回読んでもその字と内容が入ってこない、うんうん、きっともう文章題はできなくなるという。だからまあ何でもそうですよね、うんうん、だから読解力っていうよく、だから勉強の中心は国語力っていうのは、うん、結局、うん、理解ができないと社会でも理科でも何でもできないってことになっちゃうから、うん、まあこの1年生の時期に読解力っていうのはつけとくという、はい、それにはこう順番があるっていうかね、うん、ただ読んではいしなさいっつって読みっぱなしにさせてもダメだし、うんうん、そうですね、はい、はい、そこを気をつけてみてください。はい、ありがとうございました。はい、それでは教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールでは、幼児教育相談会を平日と土曜、失礼、平日と土曜日に行っております。また体験授業も受付中、1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番、メールアドレスはご覧の通りです。先ほどの読解力もそうですけれども、何を学ぶにしろ、接するにしろね、取り組み方、やり方、声のかけ方、いろいろとコツがあると思います。こちらね、体験授業等でそういったことも聞いていただければお答えできるかなと思います。ご活用ください。それぞれの、講座等につきましては詳細、こちらの動画の概要欄をご覧いただければと思います。リンクがありますからね、連絡先です。電話番号が嘘、ごめんなさい、失礼いたしました。フレンドリースクールでは引き続き幅広いテーマでお話をしてまいります。よろしければチャンネル登録、高評価もお願いいたします。今日も最後までありがとうございました。それでは失礼いたします。